お、今日はロールキャベツか。お、あ、いや、これはな。そりゃ俺だってな。そのそういう相手も。お前もカレンに作ってもらったらどうだ。そうか、学園でもこっちでも一緒の機会は多いんだしさ。そうじゃなくて、カレンにも女子高生らしいことさせてやっても。ま、当たらずとも遠からずなところはあるかもな。だからカレンを泣かせたら俺が承知せんぞ。ってことは、ここでの生活に慣れてきた証拠ね。どう？最近は記憶のことあまり気にならなくなってきたんじゃない？それってある意味いいことだと思うわ。その日常があなたの記憶となるのよ。素直な返事でよろしい。じゃあ私は帰るわね。戸締まりをよろしく。あなたが貴族の血筋なんてね。彼もハーフなのよね。あなたの正体がわかる以前から、彼はあなたに何か感じてたのかしら。そういうのってあるのかな。ハーフ同士似たような境遇が惹かれ合うとか、そういうのをロマンチックだと思わない？ああ、もう男はこれだかな。でもブリタニアの支配がなければ、あなたはいわゆる白馬の王子様みたいなものよね。でも逆にカレンはシュタットフェルト家のお嬢様ってわけにはいかなかったわよね。世の中よくできてるんだか、うまくいかないんだか。
おや、君はこの間のここの生徒さんだったんだね。ちょうどよかった。研究室の場所を教えてほしいんだけど。どうもありがとう。ああ、僕は怪しいものじゃない。向かいの大学にお邪魔してナイトメアフレームの研究をしているロイドだ。よろしくね。あそこには面白いものがあるって聞いてね。第三世代ナイトメアガニメデ、知らない？うん、まあいいでしょう。興味のない人と話しても時間の無駄だし。ありがとね、失礼しますよ。学園生活はどうだ？でもそういうのって楽しいだろ？そこにいる間は気づかないもんさ。失って初めてわかるんだよ、どれだけ大切だったか。友達と笑って泣いて喧嘩して気になるあの子に告白して、俺にもそんな時間と場所があったな。大切にしろよ。いずれ捨てなきゃならないとしても、今そこにあるお前の場所と時間をな。どうも、こんにちは。生徒会の方ですか？申し遅れました。私、特別派遣共同技術部のセシルと申します。スザク君のお友達でしたか。ここは素敵な場所ですね。スザク君はこんな素敵な学園で勉強しているのね。え、連絡がてらちょっと見学してみようかと。ありがとう。今日は世話のかかる上司もいないし、少し羽を伸ばしちゃおうかなって。そうね、特に黒の騎士団が現れてからはなかなか落ち着ける日もないわね。スザク君もこれからどんどん大変になるかもしれないから、せめてこの学園にいるときは学生らしく過ごしてほしいので、よくしてあげてくださいね。あら、ごめんなさい、おせっかいなこと言っちゃった。それじゃ失礼しますね。
いいところへ来た。ま、来てくれ。皆さん、彼が戦闘隊長です。千葉です。朝比奈と言います。千葉であります。浦部です。こちらの方々は日本解放戦線の東道中佐直属部隊施政権の皆さんだ。実はな、東道中佐がブリタニアに捕らえられてしまったそうだ。東道さんは俺たちの退路を開くため自ら犠牲になってしまったんだ。何としても東道中佐を助け出したいのです。力を貸していただきたい。京都からの要請も来ているし、新型機の提供もあるそうだ。お前の月下と同タイプらしいぞ。承諾したよ。ディート・ハルトによれば、東道中佐は調布基地に収監されているらしい。処刑前に救出する。ついては我々が乗る月下について、すでに実戦で登場しているあなたから事前にご指導を賜りたいと思いましてな。何分時間がないが、よろしく頼む。ああ、聞こえてる？複写波動は可能な限り使ってみてね。データが欲しいの、データが。こちらゼロ、作戦開始せよ。敵ナイトメアフレームを発見。あ
れが敵の新型？秘策を恐れるな。終始一貫して任務を遂行せよ。なぜ当たらん？状態前進。イエス、マイロード。副車波動の威力はどう？なかなかすごいでしょう。これ以上調子に乗らせるな。言われなくても分かってら。囲まれた。あらかた片付いたな。あとはどうとでもならな。確認した。突入。すごいよこの月下。ブライトは大違いだ。ご苦労様。いいデータ取れたわ。それと面白いの始まってるわよ。私のグレンと月下がたった一気に。なんか悔しいわね。前期距離を取れ。そのスピードとマニューバーは確かに驚異的だ。だが奴の動きには一定のパターンがある。最初のアタックは正面から。フェイントをかけることは絶対にない。かわされた場合、次の攻撃を防ぐためすぐに移動する。移動データを読み込め。 S5-7。 へえ、本当に来たよ。そうだ、その場合次のオプションは後方へと距離を作る。座標は X23。これでチェックだ。これは読んだのか、三段突きを。だが朱雀君、次の指示をください。どうして、お前はそんなところにいちゃいけないんだ。お前はナーリーのそばに。勝つにしろ負けるにしろ、全てを出し切らなければ何も獲得できはしない。大丈夫、四方からの同時攻撃、これはかわせない。これ以上戦うな。目標は達成した。撤収しろ。
るぞ。白兜を仕留め損なったがしょうがねえ。勝てない戦と負け戦は別物だ。心得ているようだな。私も分かってるけど、ありがとう。でも大丈夫、一緒に、私もあなたと一緒に戦う。ちょっといいか。東堂中佐の救出に力を貸してくれたことは感謝している。中佐は機関を痛く気に入っているようだが、黒の騎士団には協力するが、我々はあくまで東堂中佐の部下であってゼロの部下ではない。ややこしいようだが、そこのところははっきり認識しておいてくれ。中佐の眼鏡にかなう人物はそうはいないからな。こちらとしても機関らには一目置いてはいるのだが、そうか、良い関係を築けることを願っている。ああ、お互いに。この月下という機体、強いな。同感だ。設計者はあのラクシャータという女性だろう。道理でな、ブリタニアのナイトメアよりもしっくりくるのは設計者の文化圏が影響しているのかもしれん。人も物も根になる文化からはなかなか逃れられないものさ。この俺も例外ではない。
日本人であること、日本のために戦う軍人であること、逃れられんよ。なかなかな。